途中で腕まくりまでして気合を入れてきたのに、俺の意気込みに反して演劇部の部室はもぬけの殻？トラブルがあったんじゃないのか？トラブルなんて言ったっけ？他の部員さんは？体育館かな。ほら、演劇部の大会が近いじゃない。稽古稽古。なかなか用事を切り出そうとしないその態度にピンときた。まさか適当言って俺を連れ出したかっただけか？そんなことないって。ほら見て、ちゃんと練習着も着てるし臨戦態勢でしょ。まあそれはうん他のみんなは稽古してるんじゃなかったっけ？秘密特訓ってやつね。付き合ってよ。カレンがこういうわがままを言い出した発端はなんとなく想像がつく。ダメ？いっそ全て話してしまえばとも思うけど、この件は俺だけじゃなく会長も関わっていることだ。カレンへの信用とは関係なく、勝手に打ち明けていいものとは思えない。俺は台本の読み合わせにでも付き合えばいいのか？その前に確認。いくらなんでも迷惑かけまくっちゃうのは違うと思うから。なるみの用事って時間ギリギリだったりする？いや別に、遅ければ遅いでどうとでも。何しろ相手は夜の11時を回っても電気がついている編集部だ。会長も多少なら融通してくれるだろう。そんなファジーな用事を私とのことより優先したってこと？ファジーではないんだ。時間の融通はつくってだけ。まあいいけど。ところで演劇部の練習には合流しなくていいのか？私と二人っきりになるのは嫌？俺の頬にキスする真似をして、カレンはそのまま俺の肩に手を置いてくる。私が出たりサボったりの不良副部長なのは今に始まったことじゃないから、みんな諦めてるって。特訓とか言ってなかったか？そうそう、特訓特訓。お相手よろしく。おお。そう言いながら床に座ったカレンは手足を開いてベタッと体を折りたたむ。なに孫ついてるのよ。ストレッチでしょ？見るの初めて？そんなわけないだろ。早く背中押してちょうだいな。背中にかけた手のひらが体操着の薄い生地越しにカレンの体温を感じ取る。くすぐったいって。ごめん、こういうの初めてで勝手が。こういうのってどういうのよ。力加減の指示が来ないから、おずおずと背中に手のひらを重ねたところから何もできてない。しかし女の子の体はどうしてこんなに柔らかいのか。なんかあれだね、こう間接的な意味じゃなくてね、あるんだろう、あるよね。それだと背中撫でられてるみたいでちょっとだけセクハラっぽい。困らせないでくれ。撫でるならもっとちゃんとしてよ。いいの？撫でたかった？毎回毎回俺という人間はなんてちょろいのか。部活中に下心ぶつけたりしないってば。それでどうするんだっけ？もっとグーって力込めて。そう言われても、壊れ物のような体を存在に扱うことにはどうしても抵抗が。これくらい？肩じゃなくてもっと背中。肩甲骨をなぞって手のひらを下ろしていくと、生地とも肌とも違う硬い感触が。ちょ、そこブラのホック外す気？ごめんなさい。わざとじゃないわよね。あんまりヒヤヒヤさせないでよ。結局俺が大して負荷をかけなくても、カレンは床に顎がつきそうなところまで体を潰してみせた。どうしてもって言うなら外してもいいけどさ。うぶな男子をからかわないでくれ。かわいいだもん。ついにからかっていることをアンに認めた。だろうと思ったよ。カレンの体は柔らかいし、手伝う必要なんてなさそうだもんな。そんなことないわよ。もっとグーって来てくれないと。俺の手のひらの動きに関係なく
うんと体を伸ばしてるし。体をちゃんとほぐしておくのは大切だからね。いきなり運動すると筋肉を痛めちゃったりするし。そういうものか。文系だからよくわからん。いきなり筋を伸ばすのもそれはそれで危険なんだけど。今まさにそれをやってないか。だからゆっくり。ふと視線の端に物質の掛け時計が入った。会長はそろそろ編集部に着いた頃か。あ、今のちょっと強かった。ごめん。平気平気。でも女子にしてもらうのとは勝手が違うわね。そりゃ男だし、腕力には差があるだろう。ドンカン、男子にこんなにしっかり触られるのなんて初めてだからってことを言ってるの。なるほど。とか言ったらちょっとはありがたがってくれる？カレンのこれまんざら冗談ってわけじゃないと思う。だって俺が触れてる背中がどんどんほてっていく。息遣い色っぽすぎませんか？これ俺の受け止めの問題なんだろうか。人の性格、優しさ無意識に出るわよね。またくすぐったいのに戻ってる。あ、ごめん。そうやってすぐに謝っちゃうしさ。押せない代わりに手のひらを引っ込めることもできない。そういうなるみだから私こんなにくすぐったくなっちゃってるのかも。他のとこ触られたらどう感じるのかなとか想像しちゃってさ。顔色変えるようなこと？なるみだってちょくちょく私に対してエッチなこと考えてるくせに。おっしゃる通りです。多分そういうところは男も女も関係ないんだろうね。その人のことが好きなら自然にそういうことにも興味が湧くし、ドキドキしちゃうものなんじゃないかな。かもな。うん。この前は突き飛ばしちゃってごめんね。あのことずっと引っかかってたの。いいって。俺が空気も読まずにああいう反応したのが悪いんだから。正直今もやばい。そういうのって空気読めるものじゃないでしょ。私だってそれくらいわかるよ。艶やかな髪の毛からわずかに覗いている肌の色にこうして見入っていることにも小さな罪悪感がある。何かカレンの純情を汚しているような。よし、お詫びにナルミの好きなところ触っていいわよ。どんだけ俺を試してくる気だ。体を起こしてカレンはどうぞと笑いかけてくる。好きなところに俺が。あ、肩。何その触り方。落胆と安堵が同時に押し寄せてくる感じ。なるみは肩もみが趣味だったの？ああそうさ、俺はカレンの肩を揉むことにこの上ない幸せを感じるんだよ。揉み応えがないってことはないと思うんだけどな。どこがかな。それはもうおっしゃる通りだろうけども。急に強い。なに、意地悪しないでよ。半ばやけで全く凝ってない肩をもみもみして差し上げると、当然カレンはくすぐったがって身もだえる。好きなところをおもみしていいって約束じゃなかったっけ。うりうり。ダメだってば、そこ凝ってないから。この声は反則だろ。ゆくゆくカレンと俺があんなことこんなことになったら、俺の腕の中でカレンはこういう声を張り上げて。よからぬ妄想の中にいた俺は股間に強い衝撃が走ってようやく状況に気づく。今カレンの頭に俺の股間に
ただけで、こんなのでもおちんちんっておき…すまん、本当にどうなってるんだろうな、俺のものは。土下座でも何でもするから訴えないで。何言ってるのよ。ダメだ、冗談のノリが通じない。びっくりしただけだってば。さっきから言ってるでしょ、お互い様って。そこを否定したら私も下手なことできなくなっちゃう。カレンの言葉が頭の中をぐるぐる回る。結局カレンは何の用事で俺を無人の部室に呼び出したんだっけ。興味持つのは普通のことって言ったわよ。私だって未だにこわばりを残している俺の股間がカレンの視線を感じ取る。ねえ、さっき触っていいよって言った時さ、本当に私の肩を揉みたかったの？そんなわけないだろ。じゃあどこに触りたかった？カレンの声はかすかに上ずって、背中の筋肉も緊張からこわばっていた。隠し事って好きじゃないな。私は触っていいって言ったんだもん。時間かけてとかどうこう言ったのは昔のことで、更新されたこれが最新の私の気持ちってことで。俺に気を？言ってるでしょ、そんなんじゃないって。そっと背中から手を引き、膝から崩れ落ちるようにしてカレンの前に正座する。緊張してる？してる。私も。唇が磁石にでもなったみたいに、あんなに小さくて可憐な唇にピンポイントで吸い寄せられていく。ズボンの中のにペニスの危険な脈動を感じながら、外側から両手のひらをカレンのおっぱいに添える。くすぐったい。嫌じゃないか。嫌って言った？私くすぐったいって言っただけよ。こうして触れてみると体操着の生地は思ったより薄い。夢中になってる。おっぱい見すぎなんだけど。こうやっておっぱいの形をなぞっていると、ブラと肌の境界もはっきりわかる。どう？私のおっぱい。込み上げてくるものが、感触云々より達成感？言葉にならない。大げさすぎ。こうやって服の上からさすっているだけでも、股間にガンガン血液が流れ込んでくるのが分かった。カレン、舌出して。あ、もっとエッチなキスも試してみたい。なんか恥ずかしいんだけど。はあ？誰かよ。ぬるりとした舌が俺の舌先に絡みつき、にちにちと糸を引く。初めての大人のキスに感覚が反応しまくってる。舌、気持ちいい。カレンの舌美味しいよ。こういうの痛かった？したかった。俺実はこんなにエロいんだよ。他にはしたいことあるんじゃないの？俺の胸で柔らかな感触が弾み、続けて首にぐっと重みがかかった。俺カレンのこと押し倒した。そしてカレンは俺の首に腕を巻きつけてくれている。さっきのキスすごすぎない？舌がまだしびれてる。心臓壊れちゃいそう。カレン、俺
体操着の中に突っ込んだ俺の手が脇腹をなぞると、カレンはかすかにあえいで身をじょじる。触るだけならいいけど、物質でその先はまずいかも。みんないつ戻ってくるかわからないし。ブラのホックはどこだ？さっきは見つけたのに。息遣い、こ、聞こえてないでしょ。もしもし？ちょっと、天の啓示じゃない。なるみのスマホ鳴ってるわよ。さっきまであんなに時間を気にしていた俺はどこに行ってしまったんだろう。大事な用事なんじゃないの？しぶしぶ取り出したスマホには高塚さんと表示されていた。もしも。かけ直します。お、速攻で切ったスマホを適当に床に放る。急いでたんじゃなかったっけ？大事な用事だよ。でもな、こっちの方がもっとはるかに大事だ。エッチ。それもあるけど、だけじゃない。カレンを押し倒した体勢のままだから、抱きしめるのは簡単だった。なるみが、私から気をそらしてる気がして、尺だったの。ちょっと困らせてやろうかな、とかも思ってたり、計画通りなのに、計画通りに行きすぎて、ちょっと、かなり罪悪感かも。密着した股間もカレンは逃がそうとしない。ほら、相手の人怒ってる。会長と約束があったんだっけ？生徒会の用事？こんな状態なのに他の人に会いに行けないよ。困っちゃった。さっきまで私、何にイライラしてたんだろう。ごめんね。高塚さんがブチギレモードなのは間違いない。延々鳴り続けている電話を無視して、俺はカレンの背中と後頭部に手をかける。これ以上は嫌な子になりたくないかな。言ってよ、用事。ちゃんと信じて待ってるから。完全にスイッチ入っちゃってるんだよ、俺。エッチなことなんか抜きでも、このまま一緒にいたい。カレンが俺を思って拗ねたりとか、そういうの全部可愛すぎて。ダメ。言って。首を伸ばしたカレンの声が、直接耳の穴に入ってくる。私だって、妹たちのお迎えに行かなきゃいけないし、どの道ゆっくりできないでしょ？あの子たちの晩ご飯の支度済ませたら、用事あるって出てくるから、その後で交流すればいいでしょ？そしたら、二人でゆっくりできるし、ね。このままじゃ気が散っちゃうもん。私は逃げも隠れもしないから。ちゃんと、なるみのこと、待ってるから。よし。なんだろう。すごいね。ああ。いや、なんかわかるんだよ。わかるんだけど、なんかさ、やっぱさ、こう、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうね。こう、男の、やっぱ、なんて言うんだろう。若干単純な部分というか。でも、だからこそ、なんかこう、なんて言うんだろう。誘われたけど、でも、ちょっと我慢してねっていう感じの、この距離感ね。距離感っていうかね、あるよね、この流れ。いや、まあ、用事さえなければとかさ、まあ、いろいろあるけどさ、いや、でも用事がなかったらこの流れにならなかったって思うと、なんかこう、いやー、すごいね。なんかこう、なんだろうね、この院長の、このお話の、なんかこう、ちょっとリアルな感じ、なんだろうね。なんかよっぽどなんかこう、全部がちゃんとうまく流れ通りにいかない感じがすごく個人的にうおーってなんか来るもんあるね。いやーまあちょっとこの後おそらくあるんで行きますか。
よし、頑張ろう。